さて今朝はですねおはよう寺ちゃん5時台イタリアと結びますイタリア在住日本茶法経営者ビズマーラ恵子さんですビズマーラさんおはようございますはいおはようございますよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします、はい、日本では立東なんですがあの前回ご出演の10月の半ばくらいの時にはえ気温が13度くらいと記憶してますイタリアの気温もですね最高気温が、はい、今そこからやっぱり下がりました まあ同じぐらいですね、ちょっと今年は、えーはい、暖かいように感じますね、えー、暖房も、まあ今日あたりくらいから入れたところが多いんじゃないですかね、そのぐらいあの必要なかったですね、えーあのー、イタリアといえば日本と同じで縦長ですよね、ブーツの形してますから、はい、北のほうではもう雪なんていうのは降ってるんですか、はい そうですね、えー、2>, あの2日前に初雪があ<ー>あのトレンティーノというところで降ったっていうあのニュースはありましたね。えー、で必ず毎年あの私が住んでいるろも降りますし、えー、あの積もるのは積もるんですよ、はい、だからまあ寒いは寒いですね雪も降ります、はい、そうですかあとイタリア先日11月4日、はい、民族統一と軍隊の日だったそうですけれどもビズマールさん、はい、この民族統一と軍隊の日ってのはどんな日なんですか これはあの毎年恒例なんですけど、<っ>あのプーリアの方プーリア州のバーリっていうところでもあるんですね、はい、え11月の4日、5日、6日と3日間、開催されるんですけど、要はその軍事式典ですね、はい、外国であの戦死したイタリア兵を慰霊する、はーはーそういう式典になってまして、<っ>で大統領があのバーリに来て、まあ、慰霊碑にこの月経樹のリースをこう捧げるっていう行事なんですね。<っ>で、あのフレッチャ・トリコローリ、あの空軍のものも飛びますし、 はい、あとはあ、新しいその山層の軍艦とかそういうのもずっと、はあ、あの沖に出まして、えー、お,お披露目なんですね。えー、でそういったの戦車とか、えー、飾ったりして、はい、あとはもう最後はやっぱり21発なぜか21発なんですけど、うん、その大砲を撃って式典を締めるっていう<っ>まあこれ毎年でで、ね、ですすねそうかであの大統領なんかが、うん、あの来るわけですね。 そうですね、えー、ちゃんとやっぱり慰霊という形であの来ますね戦没者慰霊式典でですすねね、えーはあはあ、そうなんあとイベント、これも,もイタリアなんですけれども先週、ですねルッカ・コミック・サンド・ゲームズという大きなイベントが行われたということこれはビズマラさんどういうイベントなんですか。 これも,もう毎年恒例で、あのルッカっていうのは、本当にイタリア最大のもうコミック、はい、あとゲーム、そういったところでも一番有名なんですね、えー、でヨーロッパでも,もう最大級の,あのイベントなんですけども<っ>で、これはもうやっぱりコロナとかがありましたから、ずっと制限されてて、去年も1日あの2万人までっていう制限はあったんですけども。はーはーえー 今年はもう本当に一日で三十二万枚のチケットが販売されて。<laughs> てあの去年は二万だったのが、うん、今年は、はい、まあ、ある程度ね、緩和されてから三十二万。三十二万。三十二万プラスですよね。えー、そうですよね。はい、で、これがもう過去最、あの最高の入場者数っていうのを記録したってことなんですね。<ー>で。 特に、まあ、今年はですね東映アニメーションさんが「はい、あのワンピースのまのすべてのファンに感謝してっていうイベントで<え>もうルッカの街全体を巻き込んだイベントにしたんですね<ー>ですごく力を入れてまして<え>でイタリア史上最大の「ワンピースイベントっていうのを開催されたんでですね、えー、でもちろん大人気のアニメの「あのドラゴネーロ」っていうんですかね、はい、そのワールドプレミア上映とかもあったんですね。<え><で> であとは「ワンピースのフィルムレッドっていうのも公開を伴っての,そのイベントなんで、はい、その宣伝ですよね、えーでまあ、ちょうど11月1日なんで、まあ、ハロウィンがありますから。はいえー でこれのまあ皆さん、そのコスプレイヤーたちですねすごくクオリティーイタリア高いんですよ。<え>でも、それ皆さんそういったあこと年はもちろんそのワンピースのあのコスプレしている人たちも多いですし、えー、あとはもう漫画の「ベルサイユのバラ」これが連載が50周年記念なので。はい ベルサイのバラのまあ衣装とかまあキャラクターですよね、ああいうコスプレの人も多いし、あとはスパイダーマンが60周年、はい、これの記念で、またスパイダーマンのまあコスプレをした人たちも多かったっていうのが、あ今年の特徴ですか、ね、そうですか、じゃあ、ワンピースのコスチューム、あとベルバラのコスチューム、そしてスパイダーマンだらけみたいな感じなんですね、うんはいあまあ、そうですね、まあ、そんな感じで、まあ、顔が皆さん、も漫画ですからね、すでにね、<え> <laughs> もうリ,リアルな、そういったコスプレーヤーたちがまあずっと。 ええ、あーすごい盛況で大盛況に終わったっていうことでしたねまあこのところあの韓国のイテウォンで、ねえー、亡くなるこの大惨事になりましたけども1日32万人でも大丈夫だったですか、うん、あそうですすかそうねあの、ええ、チケットをそういうふうにあの1日の制限とかかけてたようなので、ええ、えっと最終日でもまあ5万人かなんかそのあの売れたもう一気にすぐに売れたということで。ええ でまあ今年のテーマがまあとりあえずまあ希望なんでまあそういったね事故がないように希望というのを出してますしもう気をつけてですよねそういうのがもうイタリアでも報道されましたから韓国の惨事はですねねやっぱり日本でもですね昨日信長祭つりというのが行われて岐阜でうんキムタクが信長にふしてですねキムタクな木村拓哉さんがねう 木村拓哉さんもうかっこいいですね46万人ですよ集まった方がねオーラが違いますね信長様みたいでしたね信長様みたいな感じでした信長以上のオーラが出てた会ったことないですからね我々ないですけどね信長に会ったことないからそうなんですけどね本当にあのキムタクみたいなこのタイプの男性ってのはイタリア人からしてみるとどうなんでしょうね イタリア人から言うと、イタリア人女性にいつも聞くと、日本のあの俳優さんとか、誰が好きって言うと。阿部寛さんトップなんですよ。で、伊藤英明さん、もイベント出てます。あの方もすごい出てましたよ。そう、そうです。あの方のああいった顔つきも、イタリア人女性好きなんですよ。人気なんですよ。で、キムタクさん。あ、阿部寛さん。あ、そうですよね。そういうことで、そういうこと。ああいう顔が好きみたいですね。 う大好きみたいですよ。<ー>イタリア人女性は。そうなんですねあ。また一つ勉強になりました。ありがとうございます。はい、はい。水村さん、今朝もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはテラアットマーク J O Q R ドットネット。ツイッターはハッシュタグおはようてらちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。 時刻五時十五分です。おはようテラちゃん。今朝五時台はイタリアと結んでいます。イタリア在住の日本茶舗経営者ビズマーラ恵子さんです。ビズマーラさんよろしくお願いいたします。はいよろしくお願いいたします。ビズマーラさん以前もおっしゃってましたがあのあ寒くなってくるとあの暖かいこの日本茶なんか売れてくる。あとあの雨の日とかねこういった時に日本茶が売れる。はい、最近どうですか、はい、売れ行きは。 あ売り気はいいですよ、えー、寒くなってからですね、えー、特にあの玉露がすごくよく売れてますねまた高級なものをやっぱり飲むんですね、皆さんね。そうですね、あまり知られてなかったので、えー、もうずっと去年から玉露を使用してたんですけど、えー <laughs> はい、ようやく、えー、あの皆さん、玉露の存在を知ってくれているようで、えーえー、玉露ばっかりあのオーダーダが来ます、ね、そうですか、ちなみに玉露っておいくらぐらいするんですか、うん、イタリアで。 うちは100グラムで45ユーロとかちょっとやっぱ5000円ぐはい出してますけどでも1回飲めばね玉露の美味しさっていうのは分かりますもんねそうですね全然違うので普通の煎茶よりちょっと見栄を張って玉露っていう人とかいますよミラノはミラノはどこにそういう人たちがいやっぱりイタリアの方々ってちょっと見えっ張りなとこあるんですか あります。北は特にそうです。はい。ええー、やっぱりなるべくだったら高いものを。 そうですね玉露あるって普通に玉露って言ってきますからセレブの方たちはですねあ知ってるんだと思ってあもういきなり玉露あるんですか日本酒あるじゃなくてねそうです玉露あるって聞いてくるんでああと思いますけどそうなんですいませんビイ前奈さん本当に私ですね知識がないもんで玉露にもいくつも種類があるんですか え玉露は、あの玉露なんですけども、種類というか、その育ったところのあれが違うんですよね。うちは京都元来種の元来種のその細かげとかいうのも出てますけど。それがさ緑とか、いろいろ、あの、あるんですね。産地によって違うんですね。産地によって、はい、違いますね。あの福岡で作られた。あの玉露もまた違う。味がししますなるほど。有名ですけどね。福岡の。はい。はい。お玉露もすごく有名なので、そこで、え、と、取れた製法というよりも。 その全く違うんですよ。その木は一緒ですけどね。えー、種類が違うっていうことですね。はい。はい。さあそれでは長官トップ5いきます。11月7日月曜日今日の長官各紙から気になる見出し5つ紹介していきます。毎日新聞文鮮明氏安倍派中心に。 世界平和統一家庭連合旧統一教会創始者の文鮮明氏が1989年に韓国で行った説教で自民党の安倍元外務大臣が安倍晋太郎元外務大臣が当時会長を務めていた保守系派閥安倍派清和会を中心に国会議員との関係強化を図るよう信者に語っていました。 およそ53年分にわたり韓国語で記された文史の発言録の615巻の中から毎日新聞が当該部分の記述を翻訳確認し判明しました日経新聞 COP27 エジプトで開幕国連気候変動枠組条約締約国会議 COP27 が昨日開幕しました ロシアのウクライナ侵攻を背景にしたエネルギー危機に直面する中先進国による途上国の支援や2030年までの温暖化ガスの排出削減に向けた道筋で合意できるかが焦点となります。読売新聞内閣支持率最低36% 読売新聞社が4日から昨日までの3日間全国で調査を実施したところ岸田内閣の支持率内閣発足以降最低の36%え前回調査が45%でしたから、えー、初めて30%台に落ち込みました不支持率は50%でしたこれは前回は 46%4、まあ、ポイント差が出たということですね。産経新聞 長射程ミサイル10 1500年で15機相手拠点への打撃力を持つことで日本への攻撃を躊躇させる反撃能力の保有を念頭に防衛省が導入する長射程ミサイルについておおむね10年後までに必要量の1500基規模を確保する方針で検討していることが昨日分かりました。 当面はアメリカの巡航ミサイルトマホークを購入長期的に国産ミサイルの量産体制を整える方針ですスポーツ報知サムライジャパン村上連発 来年3月、WBC ・ワールド・ベースボール・クラシックで3大会ぶりの世界一奪還を目指す野球日本代表が昨日巨人と対戦、4番の村上宗隆選手が2打席連続ホームランを放つなど、8対4で勝ちましたはい以上が長官トップ5でした。 それではイタリアにいらっしゃいます水村慶子さんに話を聞いていきます水村さん今私5本のニュース日本のニュースご紹介しましたが何か気になるニュースありましたでしょうかはい、やっぱりあのコップ27ですかね、はい もこちらも大々的にすごく報道されてまして、やっぱりの今年の27の交渉の中心にあるテーマというのが、気候資金ということで、最も脆弱な国々への援助ですね、これについてを特に話し合うということらしいんですね、イタリアからもちろん新首相のメローニさん、言ってますから。 で、あの、とりあえず、その、まあ、去年は、あの、排出が、その、平均ですよね、あの、地球のその平均気温の上昇1.5度までに、はい、あの、抑えるっていう約束をしていたにもかかわらず、えー、それが、その、どういうふうに、あの、計画いったかっていうのを提出させたら、193カ国中 24,、はい、24カ国だけが、はい、あの、提出したと。あとは出されてないんですね。えー、あの、それが、あの、できてなかったってことなんですよね。で、えー、こ、う、の、ん、 シナリオのまんまいくととりあえずその、えー、パリ協定では1.5度だったのが、はい、とりあえず2.1から2.9度まで上昇しますっていうのがもう計算で出てるんですね、えー、だからもうそれも最悪でも5度までにあのプラス5度までに収めなければあと数百万人の人が亡くなるっていう<ー>そういう,ふうなあの報道のされ方があの今日されてましたからエジプトで始まったということなんですが、はい、あの今、イタリアではですねこのニュースがおそらくかなりその 緊迫度を増していると聞いたんですがい、えー、と移民を乗せたドイツの船がイタリア沖にいるとでイタリア側に救助を要請したところイタリア政府が拒否をしたというニュースこういうニュースがあるんですけれどもこれその後どうなっているんでしょうか。はい そうです日、ね、あの未成年者と健康状態がよくない人、ええ、そういったあの不,不安定な移民の人たちの145名が、はい、あのヒューマニティ1号というあの船から下船したんですね。はい、で、今、35名の人が、まあ、船内にとどまっていると、はいであの、その船長が言うにはです、ねあの、またその35名も下ろしてくれと、あの健康状態がよくないということで、ええあの、救助を要請したんですけどこれも拒否っていんですね、ーーイタリアは。 言い方をしてるので、<っ>まあおそらく高熱も出てるっていうことなので、<っ>まあコロナのまあ陽性とかがあのまあ懸念されるんですけども。 でこれがですねまだもう弱っていくばかりで受け入れないで、ええ、あの港を出ませんと、はい、こちらも船長が拒否をしてますからうそうすると今、その35名が暴動を起こすのではないかというふうな今、速報が入ってました、ね、そうですか、ええはい、これ、そもそもこれど,どうなってるんですか、これまず移民が来たんですね。 そうですね3層ありまして、ええ、<の>3層席席あったんですね、ええ、でそのうちの,の SOS っていうのが、ヒューマニティー、SOS っていうのと、またヒューマニティワンっていうのがあるんですね。ええ それでもう一台あの、またあるんですけど、この、まあ、ノルウェーの方なんですけど、はい、オーサンバイキングですね、ええ、これが3層あって、そのうちの2層、二、まあ、隻はこちら、イタリアでっていう方う言ってるんですけど、<ー>その船自体が、ええ、要はそのまだドイツの船なんですよね、はい、ドイツの NOG の船の、えええー、ミッションライフっていうところなんですそれでの、ねはい、でドイツの国旗も立ててるんですよ。 でこれの法律を見てみると、海域も、あのー、国連の海域の,の条例がありますけど、これもドイツ領域なんですね、はい、ドイツ領土のだ<ー>から、ドイツは助けではいいんですよ、えー、だけども、これを全部イタリアに押し付けて、はい、あの開港せよと、港で受け付けろと、<ー>でこれも本当にどういうあの状態のあ、まあ、未成年者は何人いるとか分かるんですよ、今、はい、状態が悪い人は何人とか、はい、そういうのを知らせてくれとイタリア政府は言ってるのに、えー、あの詳しいことは言えないけど、とにかく開けろっていうんじゃ開けられない。 もう、それの中にやっぱりあの、テロリストも含まれているかもしれないし、うえー、もう簡単に誰でも入れるってわけにいかないし、まあ、ご時世がご時世ですから、高熱出てる人いっぱいいるって言ってるので。えー で100何十人あのすぐ医者がいるからって言われてもですね、えー、受け入れの場所と安全なその場所ですよね、はい、上陸させるそういうのが、まあ、あのちょっと時間かかると、えー、拒否してるんではないんですよってことはイタリア政府は言ってるんですけどもそうですかこれ、はい、その移民というのは、まあ、イタリアって地中海挟むともう対岸、アフリカ大陸ですよねはい、はい、そ,<こ>そうなんですねそこからっていうことなんですか。 そうですねそこからも命がけで船に乗ってその,あの亡命の移民たちが来るんですね、えー、で国籍であのエ,トリ、えー、エリトリア、はい、あとナイジェリア、あとソマリアとかザンビアですね、はい、あとマリ、はい、パキスタン、えー、こういったところから来るんですね、あ<ー>で、まあ、一番あのイタリアの最南端のところにランペドゥーザ層っていうのがあるんですね、ランペドゥーザここの島をめがけて来るわけなんですよ。 でもここにさえ到着すればこれはイタリアが助けてくれると思ってるんで命がけでそこまであのゴムボートなり何な,なりに乗って本当に毎年毎年すごく増えていって。 でイタリアのまあ総人口は今6000万人なんですね。はい。で6000万人ちょっとで移民の占める割合ですね。ええ、でこれ2022年の最新のデータですけど、はい、これが9.68%なんです。もう10%近いですね。もうそうです1割なんですよね。<ー>だから移民の数だけでいうと今年であの5800あじゃ。 583万,、はあはあ、万3万三千人、はあ、もうすごい数ですよね、もう10人に1人が移民ということなんですよ、ええ、そういう状況で、まださらにこうバンバン来てるっていう状態なんですね、はいまあ、これ、でもね、まあ、その移民を受け入れるって、この、まあ言葉であ、うん、まあ聞けば、ああ、素敵な、はい、素晴らしいことだななんて人道上ね、う思うけど、実際にこの1割ぐらいになってくると、はい、いろんなこのトラブルというか、問題も発生してきますもんね。うん もちろんそうですね、亡、えー、命はいいですけども、もちろんその言葉がとにかくわからないから、<ー>今回の今の移民の船にそ,そうなんですけど、心理的なそのあれとかも、はいあの、お医者さんいるんですけど、通訳が見つからないそうなんですよ、はい、彼たちが話している言葉の通訳さんが見つからないから、意思疎通ができないということとか、えーあの、人道的にもそうですし、まあ、治安も悪化していきますし、もちろんですね、えーはい、でお仕事ないから、もちろんあの荒れてきますし、どう、はいう、えー やってこれ養うんだって話で、私たちの血税ですから。ええあの 移民を養うために、あの、私たちも、私もお茶を追っていかないといけないという状態ですよね。ええ、えー、えー。<う>まあ、そういう、なんかね、少し不満がこう募ってきますものね。はい、はい、えー、そうですね。ちょっと、それを、まあ、ヨーロッパの他の諸国の人たちも助けてくださいよってことを。はい、今度も、まあ、メローニさんが、欧州の会議とか行って、えー、あの、応援をお願いします。で介入してくださいということを話してるんですね。はい。さて、そんな、あの、メローニ新賞女性、あの、イタリア初の女性賞ですけれども。先日、日本の岸田。 総理と電話会談を行ったそうですね。あ、そうですね。ええ、あの、こちらもちょっとまあチラチラっとのあの小さくの報道されてました。<laughs> そうですね。ええとりあえず、私もあのイタリアの外務省の方のページに行って、ええ、あのイタリア語のやつをや読んで,あ,であの来ました。はい、えええっと一応はですね。とりわけそのあの。 とえー、岸田首相がです、ねはい、言ったのは、閣僚評議,議,議長に任命されたことを祝福しますと、まだおめでとうございますでしょうね、ええ、その次に、まあ、イタリアと日本は、まあ、外存の協力関係をまたさらに強化していきましょうと、はい、で共通の、まあ、関心をまたこう確認し合いましたと。日本はそのとりわけその今 ライナの戦争ですね、えー、ダイナミクスとその影響について、まあ共に取り組んできましたと、岸田首相はインド太平洋地域の平和と安全、はい、これを保障することの重要性というのを、まあ、メローニさんにすごく説明したと、はいで、あとは北朝鮮によるミサイルの実験によってもたらされる深刻なリスク、日本が抱えるリスクですね、はいえー、これについてもあの言及しながら、対話の中で何度も繰り返し述べられたということが書かれてまいます。 まあ、日本でもけ、まあ、結構って大きくはないですけれどもそのイタリアのメローニ首相とこの初の電話会談を行ったなんていうニュースは、はい、私もあのこれは聞いておりますけれども、はいうん、そのまあこれまで。 後ほど詳しくお伺いしますがメローニー首相といえば、ね、その日本でもこの肩書きとしては極右の政党みたいに言われてましたけども、うん、それを今回の,この首相になる前の,、うん、まあこの選挙の時には、えー、それを払拭するというような感じでいろいろもうとにかくイタリアのために頑張るんだっていうようなその思いが非常に強くにじみ出てますよね。 そうですね、えー、EU の方と、はい、あとよく歩み入を見せて、はい、そしてその西側って言われているその要は NATO ですよね、はい、その足踏みをあのうまくあの調整して合わせていきますよっていうような立場をしっかりと今、説明していっていいっる状態ですね、はいまあ、COP27 にも参加するそして岸田総理とも電話会談を行った、はい、あとメローニ首相は、はい、あの欧州連合の委員長とも会談しましたね。 あそうですフ、ね、ォンデライアンさんとか、はい、あの皆さんと会ってですね<え>今、とりあえずもう EU の,そのト,ップトップ3は全部女性ですからとにかくです、ねはい、欧州委員会、まあ、委員長はそのフォンデライアンさんですね、はい、でその、今の,あの欧州議会の議長これも女性の方なんですね、ロベルタメツオーラさん、はい、で、あと欧州中央銀行総裁これも女性の方です、はい、えラガルドさん、はい、で皆さんこれであの女性で,で、メロニさん行った時にまだ ンデライアさんがあの天候が悪天候で飛行機が飛んでなくて<え>遅れてきたんですね。えー、でこれをロベルタさんがあの電話してくれて携帯で<え>今あなたどこよ寄って言って前飛行機乗り遅れちゃったって言って <laughs> <うだ S 1> もうちょっと待っててってそういう会話をしたっていうのも、えー、出てましたし皆さんこう女性でですね女子会のようにやられたそうです、ねえー、何かその、まあ、記者団のこの会見の中では々は火星人ではないみたいなことを 発言した直接会って話したことは私とイタリア政府をめぐる印象を取り扱うのに役立ったろうえそしてえ我々は火星人ではないというふうにまあこの発言したとこの辺りはやっぱりイタリアでもニュースにはなってるんでしょうね。 はい、そういうあの言葉の使い方でも<っ>あのタイトルで出てましたし、はい、とりあえずその EU の中の忠実なパートナーであるということを約束しますということの内容で<っ>とりあえず前政権の,あのドラギさんですね、はい、ドラギ前首相が住んでくれたレンガを私たち新政府で構築していきますと<ー>で具体性を持って EU に、まあ、要求をしていきますという,うそういった意味の外交であったとっいうことが評されていましたね。えー、そうなんんでですねも、まあはい、もこの就任早々メロニさんも忙しい ね。あ、そうですね。あのどんどんあの飛び回っていますし、まあまああの語学が堪能なのでいろいろはい。フランス語、英語、スペイン語これであの大丈夫じゃないかなと思うんです。そうはい。水原さんまた後ほどお話聞かせてください。よろしくお願いいたします。はい。時刻5時32分です。 時刻5時37分です。おはようテラちゃん、今朝5時台はイタリアと結んでいます。イタリア在住の日本茶穂経営者、ビズマーラ稽古さんです。ビズマーラさん、改めてよろしくお願いいたします。 はいよろしくお願いいたします。今ニュースでもお伝えしましたが、冬の日本海の風物詩ズワイガニ漁がえ昨日解禁となりました福井県と石川県、うん、えこのブランドガニの極みこれがですね過去最高の310万円で落札されたなんていうねうすごいですね,ねこれ食べてみたイタリアでもカニっていうのはよく召し上がるわけでしょあありますね食べますし<え>パスタの中にも入れます,しそうですよね、えー、はい。 これは何かイタリアで例えばですねなんとか料が解禁みたいなものっていうのはニュースでありますまあワインぐらいですか、ね、ワインかワインはね、はい、え何かちゃんと、はい、あの日が決まっていて決まっていますから,のからあのね、はい、例えば あのフランスだったらモジョレ・ヌーボとかねそういうのありますね。南にあるのでちょっと気温が高いですから、はい、フランスよりもでその,あの収穫の時期もちょっとあの早いんですよねフランスに比べて、はい、だからその解禁の時期もフランスに比べて1ヶ月早くもあるんです。はいということはもうあの1ヶ月ってことはもうすでにいいと解禁になってますね。はい そうですね。ね10月ですね。そうですね。はい、10月ですもんね。はい、今年の時はどうなんですか。はい、ほら、ヨーロッパといえばね、干ばつだなんだで大変だったじゃないですか。はいはい。美味しいでしょうね。あ、そうですか。まあ はい、<っ>今、ちょっとやっぱりイタリアさんと、まあ、やっぱフランスさんを区別したいのがメロディーさんですから、えはいえー、これもあの欧州委員会に行って言ってましたけど、<っ>とりあえずあのパ,ルあのパルメザンチーズとか、ちょっとイタリアさんワインとか、表示のつけてないイタリアさんなのに、そのままあのめあのい市場で売っているものは、フランスから全部撤退させるとか言ってますから、も<っ>う、そんぐらいあの徹底的にイタリアの方が美味しいとい、イタリア人は言ってま 言ってますねそうなんですね、はい、でもね、うん、今カンバスのお話少ししましたけども例えばスペインなんかだとそのオリーブ、まあ、これができたはできたんだけれども、はい、なんかしわができちゃって、うん、こじんまりしちゃってですね<ー>うどうなんだろうみたいなことがニュースで私もきあの見聞きしてますけれども、うん、イタリアはそういう意味ではだから、えー、とワインは美味しく出来上がったって感じなんですね。 そうですねオリーブオイルが5倍に値段が上がるってことで、それは言われの取れなかったんですよね、エネルギーの物価の高インフレでまたエネルギー価格高騰して、あとはオリーブオイルを入れるガラスの瓶ですね、あのガラス自体の価格が上がってるのと、あとオリーブオイルのラベル、外側の、あれの印刷代とかがもう全部上がったので。はい それがもう、もともとのその原材料が上がったから、オリーブオイルをあげますっていうニュースとかもありましたけどね。ええー、でも、何倍になっちゃうってことなんですね。はい、そうですね。あと、運搬費とかもかかりますもんね。はい、そういうことです。ですべてが上がってるわけですもんね。はいはい、前回お聞きしたときに、あのエネルギーの料金がよ、一月に四万五万だ。なんていうふうにおっしゃってましたもんね。うん。 ああそうですねあのーえー、10倍に上がるとかも言われてましたけども10倍ですかはいええか大変な冬を迎えそうですよね そうですねガス代はちょっと下がるんですよそれこそ新政権になって毎月請求っていうのに変わったりイタリアの冷凍を使ったりそういうことをしていったのでちょっと下がるんですね、ちょっと緩和されるんででも電気代は来年の1月以降から値下がりするということでじゃあ、少しの辛抱というまあでも値下がりって言っても元に戻るわけでもないですもんね。 そうなんです。うん、あのインフラはそんなままですし、それはちょっとまたメローニさんに早く対処してもらわないと、えーはい、って形ですね。はい、さて、えー、そんな中ですね、イタリアローマで環境活動家の運動で町が大混乱という話があります。イタリアの気候活動家団体が先日、うん、化石燃料への投資これを停止して再生可能エネルギーへの投資を加速するよう政治家あと市民の注意を喚起する目的でローマの高速道路に座り 大混乱が起きたというニュースですこれ水村さんも先週ツイートされてましたけれどもこれ大渋滞が起きたそうですね、うん そうですね朝のラッシュ時間に始めたので、要は一番の混むローマの環状線に座り込んじゃったんですね。で、この人たち、絵画を痛めつける団体と同じです。ラストジェネレーションで、イタリア語で言うとウルティマ・ジェネラツヨーネっていう、最後の世代ってわれる、この人たちなんですよ。絵画を痛めつけるか、道路に座り込むか。その2パターンですね。で、このはあはローマの高速道路。に はい座って、えー、警察がまあ来て、まあ、全部これがあの取り除かれるまでに朝の9時ぐらいから座り込んで11時ぐらいですねよ、はい、うやく道路が普通に流れるように,いう、ね、になったっても。も、えー 大迷惑ですよでもこのところその「貝が傷つける」っていえばねドイツで環境活動家がモネの作品にマッシュポテト投げたりあとロンドンの美術館で環境活動家がゴッホの代表作「ひまわり」にトマトスープかけたなんていう、うん、まあこのニュースおそらくラジオ機の方でも、うん、あのテレビなどでご覧になった方いらっしゃるかと思うんですけども、うん、これ環境活動家による抗議活動最近過激化してる感じがしますよね。 きのうはスペインですからね、プラド美術館、ゴヤの作品がやられまして、それこそおととい、金曜日はイタリアですよ、ローマのボナパルト宮殿の中にあるゴッホの種をまく人、これも有名な絵画ですこれにエンド豆スープを投げつけられまして、例のごとく手のひらに接着剤を塗って、壁に固定と、これまでの全部ジェスチャーで同じこと叫んで、もうイタリアでも何回もプリマベーラですね、ボッテチェリーもやられましたし、 はいうん、モナ・リザにもパ、ね、イ、えー、を投げつけられましたし、えー、本当にいいいい加減ししてほしいですよね,うすねこういう絵画を傷みつけるとか、えー、とにかくそういった少女たちの荷物検査ですよ、ね、いっぱいそういったリュックとか、まあ、とりあえず置かせて、はい、その後とに、まあ、もう1回サイド検査するとか要は美術館鑑賞するにそんな野菜のスープとか接着剤は必要ないわけで。はい あとはもうイタリアでいうとこういった人たちって捕まった後は刑法がちょっと緩いというかはあ、はあ、甘いんですね、まだ。えー、で、これを刑法があの軽すぎるので重くしようというあの流れも今ありまして。はい で大体現行では今2年から5年の,あの金庫刑と、えー、あとは罰金ですね36万5000円から最大で219万円の罰金なんですね、はい、これはもう軽すぎるんですよ、えー、だからこれもうちょっと重くしようっていう流れとかも今あって、えーはい、本当にこういった腹立たしいんですよね,すねエコテロって言いますけど、えー、エコテロね、えー、これちなみに絵画はガラスが貼ってあるから、まあ、影響はないじゃないんですね。 はい、今回もあのとあのローマのものも、はい、ゴッホの種をまく人もあの、はい、ダメージはなかったんですけどでもとんでもないことですよね。とんでもないことですよね。えー、これも別に言いたいことはわかるんですけどやり方がまずいんですよね,すね、えー、特にあの、まあ、ビズマイラさん、ね、以前あの日本で、うん、あの美術を教えてらしたからそのたりはもう。そうですも 腹立たしい私はもう美術科の教員ですから、ええ、まず生徒たちもやっぱりその美術館に引率しますし、修、ええ、学旅行でもまあ世界遺産を訪れたりしますから、はい、もうその行く前に徹底的に芸術を鑑賞する心得とかですね、ええ、そういったその見方とか態度とか、そういうものをもう切々と私は教えて、指導するわけなんですよね、はい、傷つけたらどん,どんな風になるかっていうことまで全部説明しますし、に、ええ、はまだまだあの緩いんですよ、文化保 防護法のあの刑法とか浅いんですけど5年以下で100万以下の罰金なんですけどでまあもう分かってるし見方分かってるからそういったも,うものを大切にすることから教えるんですよだからもうこの人たちは上層が育ってないと心が育ってないんですよねだから本当にどちらかって天秤かけてもどちらも大,大事でしょうけど芸術と人の命っていうと環境 だけど、やり方がまずいですよね、ねだからもう本当、こういとんだエコテロとかもうバンドリズムっていうんですよ、こういうのを破壊行為、はい、そういったバンドリズムも絶対に阻止するべきだと、本当に怒りを込み上げてきますね、はい、あと、イタリアの話題では、メローニ政権がレイブ、レイブっていうのは、ダンス音楽などを流して、オーディエンスが踊り続ける野外音楽イベントとか、野外パーティーのことですが、このレイブ禁止法令を導入というニュースもあります。これは あの水村さん、なぜ謹慎する法令を導入ししたんでしょうこと、はい、の,の発端はその、毎年恒例のハロウィンパーティーなんですね、はいええ、でこれでもう安全ではないその廃墟になった廃倉庫というのに、まあのまあ、選挙して、そこで組織化されたあのレイブパーティーというのがあの発覚したんですね、はいで、そこでそれを解散させるためのものだったんですね、<ー>最初は。 ひ一晩中、テクノ音楽をかけて、ええ、踊,踊りまくるっていう、まあ、イベントなんですけど、はい、これ、イタリアだけじゃなくて、もういろんな海外から来るわけなんですよ、オランダとかですね、もう捕まえてみたら、ほぼほぼ外国人だったっていう、あ<ー>まあ、それで何千人もあの来るので、とりあえずもエミリア・ロマーニャのあたりを全部、道路が渋滞しましたし。 あの商業活動もできなかったとっいうことなんで、えー、もうも、まずは迷惑だし、まああの、廃墟のところも不法占拠はいけないですし、えー、危ないんですね、えーまあ、いつ崩壊するかもわからなかったということで、こういう目的で、とりあえずまあ50人以上集まったらもダメと、はい、そういう法律だったんですけども、ちょっとやっぱ欠陥がいっぱいありまして、えー、あの仕事で集まる会議はどうなるんだとか、いろいろ、まあ、いろんなまあ野党から出まして。えー でもう一つが11月1日でしたね、はい、あのローマのサピエンザ大学のです、ねええ、政治学部の学生たち、これがもう最悪学生団体なんですけど、ええ、これが学校を占拠しちゃったんですよ。あ<ー>であの、先生にあの教員になった人があのメローニの,あの同胞ですね、イタリアの同胞、はい、この出身の議員さんがあの大学の教員にあの 2>,、はい、2人あのなったので、これを辞めさせろっていうことの抗議、ええ、だったんですね。ええ でファシストは出て行いけっていうのをあの学校を占拠して、まあ、学生左翼団体が暴れまして、ええ、であの機動隊と衝突してましたけどもうでこういったあの学校を占拠することも違法ということで、はい、どんどんあのメロニーさんがこう。 法律を通してしまったんですけども、でも欠陥があった部分だけちょっと訂正をして、行使、えええっと、を問わずにあの土地、まあ、他人の土地に入ってはいけないと、はい、まあ当たり前のことなんですけれども、ええ、まあ建物へのそういった侵入はだめだと。はい、あとは 新たに犯罪の架空の加害者、そういうのを探す傍受法ですね、傍受をしていいと、なんか企画しようとしてたら、その時点で止めていいというような、そういった部分を警察の方で傍受するんですなるほど、そうですか、テロ防止とかになりますから、そういうので、そこも例文の法律に。 はい、もうそれ合法ということなんですね。はい、傍、は、受、い、しますよっていうこと、もうそれを修正したって感じですね。すはい、さあ、それでは、ここからはビズマーラさんに、このテーマで話を聞きます。イタリアメローニ政権発足、新政府が目指すものとは。 先月22日、イタリアでイタリアの同胞など3党を中心とする連立政権が発足しましたイタリアの同胞のメローニ党首45歳が初の女性首相に就任しています。 そのほか、ね、この同盟というこのサルビーニ党首が党首の,この同盟という政党とあとはフォルツァ・イタリアですね、これがベルルスコーニ元首相が党首のフォルツァ・イタリア、この3つの党が連立して新政権を組んだということなんですがビズマラさん、まず今回の政権、特徴というのは何かあるんでしょうか。 まあ、特徴はまず、メロニーさんが女性首相、はい、初の女性首相ということと、<っ>あとはあの歴代の首相の就任の年齢ではまあ3番目に若い首相ということで、はい、でもまあ内閣の平均年齢見てみると、50代がほとんどで、<っ>あと、国会議員ではなかったあの政党に所属していないあの民間の,あの閣僚が5人、はいで、女性官僚もちょっと減ったんですね、っで減ってあの6人になりました。はいまあ、ちょっと政政治政党の色の色 濃いような<っ>あの内閣なんですね。えー で、やっぱりその、欧州議会の、あの、元議長のタヤーニさんとか、そういう人を外務省、はい、外務大臣にやったり、<ー>副首相ですね。ええ、もう、佐大臣のように、メロニさんの隣にあの座ってる方<ー>いそうですか。はい。この方、はい。この方が、もともと EU のまあ議長とかしてた方なので、ええとりあえずこういう人を外相に置くことで、とりあえず、イタリアは、あの、e、EU のね、ええ、あの、議会、ちょっと EU にあの反対してるような、e、EU か出ようみたいな動きがあるとかいう、はい、そういった、あの、会議的 大統というのをその払拭する狙いでこういう人を置いとくと、はい、あのとりあえずまあ国際協調してますよみたいな対外的にアピールをしていって、はい、とりあえず人事はそこでタヤーニさん<っ>外相と副大臣ですね、はい、であとはもともとあったあの政党あの省庁というのをこうコンパクトにしたり名前を変えたり、えー、そういうことをあのしたりしたんですね。えー、で目新しいのはあのはとりあえずメローニさんあの自分の あの身内に内閣の大臣のポストを与えたりしてるんです、<え>でこれが農業政策省というのは、もともとはあったんですよ、<え>だけど農業あの、食料主権省という名前に変えてえ、えー、自分の妹、アリアナさんっていうメロニさん、妹いますけど、はい、それの旦那さんです、旦那さんを大臣に、君の,<え>の弟をそれにポストに与えたり。 あとはもう一番重要な経済あの財務省ですね、はい、これがあのドラギ政権ではもともと経済開発省というのを務めてた方、ジョルジエッティさんという、はい、えこの方も置いたので、ええとりあえずもう、ここがしっかりしっ,といけばしっかりしてると。これでも、その実の妹の旦那さんなんか、こうね、据えちゃって大臣に、批判とか来ないんですか、はい まあまあイタリアの同胞政党からのまあ,あれですし、あそうとはいはい、えー、こういうの農業とかあのの方にいやもう頑張ってくれっていうポストを上げてるので、えー、あとはもう、パッと見たら、もうベルスコーニの第4次政権のもう残骸みたいなもほとんど <laughs> あの、もうそんなのばっかりなんですよ。 24人のうちのもう11人ですかね、<ー>それが全部あの、ベロルスコーニ政権時代の,<っ>あの閣僚なんですね、えー、いや顔ぶれは全然ほとんど半分以上変わらないっていう感じで、あ,うですね、あともうベロルスコーニの喜ばせ組みたいな女性たち、<ら>女性議員はほぼほぼ,ほぼ全部、あとはもう公約でずっと掲げていたメイド・イン・イタリーの保護ですよね、えー、でこれの賞のを新たに、えー、作って。ってはい、あと はい、機械均等症というのに家族と出生率症というのをこう統合させたり、はい、それがまあ新しいとこでしたか、ねはい、でも今、その24人中の半分ぐらいあんまり変わらないとベルルスコニーニ元首相の,その息かかってるとなると国民からしてみて、なんだ、あんまり変わらないじゃないのみたいなそういう感じではないんですか。 あそうですねもうかなりあの,あの閣僚人事の、そのっやってる時から揉めてましたから、ーーそれはもうすごくあの日本でも多分報道されてて、<っ>もうからの連立が崩れたかと、あ<ー>あの組閣もしてないうちからベルルスコリンとメローニャは喧嘩してるっていうような報道の。 ええ、され方をされてましたけどもあの人の息がかかるとですね、ええ、開けてみれば、まあ、こんな感じでで、ね、ですねちゃうもそのベルルスコーニ元首相ですけれども、はいえー、誕生日にロシアのプーチン大統領からウォッカ20本を送られたとかいう音声が流出しちゃってるんですよね。 そうですね。えー、あの私も聞きましたけど、はい、あ,あの確かに話してますね。で,すで、あ、ね、のこのなんか書類をめくろうととか咳払いとか、えーはい、そういうのが手元にあるってことなんで、えー、そのまあ隠料の会議室で、あのフォルツァイタリアのあの集会でそれを話してるってことなんで、えーはい、あのまあそういったあのカメラとかでこうもう一回点検すれば、えー、誰が録音してたかっていうのはわかる。 ということはまあ今、言われてまして誰がこうやって流出させたかってもう身内にそうやってあのもうスパイがいるわけですから裏切り者は誰かっていう犯人探しをしてるとかそういうのはあのずっっとやってました、ねえーえー、なんかこうちょっと船出当初から嫉妬問題してる感はありますね、ちょっとねそうですね,ねまあでもいずれにしてもねそのイタリアの国民のために頑張ってもらいたいというそういうこの新鮮なところもありますものね。はい そうですね。ねまあまあ、また、あの、和解をしたっていうような感じですね、ええええ。そうなんですね。はい、はいはいえ。今朝はイタリアと結んで、ビズマーラ恵子さんにお話を聞きました。ビズマーラさん、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、失礼いたします。